半間家の本家の本物の貴族の半間岩先生です。今回の課題は人間と悪い宇宙生物の問題ですね。何シリーズも今回は記録にとって記録を取りたいと思います。まずね、人間はね作り事が多いんですね。それでね、人間ってまだね上の知能から教わらないと話したり聞いたりすることがまだできない生物なんですね。だからいつも話してるのね、みんなが、人間が話してるようですけども、700年後に分かるとか、ね、非常に知識を団体で、人間たちとか、その宇宙生物ね、のバックの手助けによって話してるだけなんですね。だから、人間にとっては全く意味分かってないんですね。でまた単独になるともう全然意味ないんで、意味ない話しかしません。でまたね、人間たち団体で知恵をね、テレパシーただの脳波ですけどね、人間はね団体でね、頭に携帯電話あるみたいなもんですね。それでね、知識を高めるわけですね。で、上の生物、私の場合は人間に、自分だけの頭で、全部話すんですね。全部ってわけじゃないですけどね、ほとんど。人間の場合は1億人とか100億人以上の頭使って情報を聞いて話すんですね。じゃないと話がめちゃめちゃなんですね。で、人間全員だけの頭借りても、私一人の頭より落ちるんですね。だから人間は宇宙生物も入れないといけないですね。で、確かにそれはいいんですよね。ちゃんとした話ができないからね、たくさんの生物のね、教わりもいる、で話すというのはいいんですけども、私と話すときはやっぱり知識は同じ同等でないといけないわけですよね。だから話しかけるに気軽に果てる、全く意味ないことになるんで、単独の話ではね、人間からの話はね。で、対等の力関係ということでね、大勢のね、考えの動きとね、私単独の話で、対抗していただければいいわけですね。で、単独でも力は知能と大体同等ですからね。で、私のも間違いがありますからね。で、でまた知識は持った場合はね、団体で知識を持って話す場合はデリケートになるわけですね。だから揉め事も少なくなるしね、知能が上がるわけですから、安全になるわけなんですけども、人間たちが少ないね、考えが正しくない、間違いが多いね話で、するとめちゃめちゃなんで、でまたそういうのと人間たちの
小グループでの団体程度だと頭悪いんで、ね、あの話は聞くことはできませんし、チャンバラになるわけですね。上の生物としてですね。で、問題はね、人間の場合はね、大体給料っていうのとか実力とかいうのは半兆ぐらい、2倍ぐらいしかならないんですよ、知識はね。人間で一番優秀な人、博士取ったろうと、ノーベル賞取っていようがね、学位が博士号取ってたり、大学勉強してるとかね、大学院卒業してるとかね、だって、100人に1人にの2倍ぐらいの、ね、能力しかないんです。だから給料に普通の人よりか2倍以上なれないんですね、誰でも人間の場合はね。私の場合は上の生物だから全然桁がずれて違いますけれども、まずそれでね、おかしいことがあるわけですね、たくさんね。じゃあ億万長者とかたくさんいるけどもどうなんだというと、全部汚職ですね。2倍以上給料も持てません。総理大臣だってね、持てませんしね、大統領ですね、もう2倍以上持てないですね。全部汚職になるわけですね。で、伝達でね、代表者が、お人形のように上の能力者の団体ね、というか能力のテレパシーで聞いて話すということね。それはただの中継であって、その本人が意向なわけじゃないんで、総理大臣とかね、ね、大統領ですね、そうやって話す、それでただ話すという場合もあるわけですね。だからものすごく知識が、団体の知識ということでね、言うけども、その本人はただね、